やあやあ、ミラーシュ、歯ブラシです。この武器デザインを見てくれ。これは筆系武器でおなじみのキャンバス社が手掛けた武器、スパッタリーなんだけど、めちゃめちゃスピーディーなデザインがかっこいいよね。まあここだけ歯ブラシで絶妙に出さないんだよ。スプラスリーの武器はどっち？なんだこれ、これは完全左。よいしょ、これは銀色だから右。よし、わかんない。もうどう見ても同じじゃん。でも右。歯ブラシ。この世の全てはキルソクだ。いやいや、ミラーシュ、僕は気づきました。継続エイムが苦手なら一瞬で倒せる最高の火力を持ったキルソクバリタカ武器を使えばいいんじゃないかってことで、スーパーダリーやっていくわ。僕がいつも使ってる武器ってチャージャー、まあリッターとか、あと弓とかでしょ。全部ワンパンで倒せるのよ。だから継続エイム、一瞬でもエイムが合えば倒せるって感じだから、この武器さえ使っていけばいけるんじゃないってことで、ちなみにスペースをガン詰めしてるで、もうドリンク飲みまくりよ。飲みまくってもお腹膨れちゃう。そこで蘇るから、ドリンクガブ飲み、ビーコン戦術。これどう？まあ、マンタマリア。こういうこともあるあのモール。次、ビーコン生きてっから、前線駆け巡ろう。単射程なんだよな、この武器。短すぎるんだよな、射程が。これ見て。変なチョコ。だが、キル速は速いと。射程の代わりに、機動力、前線突破力、キル速、すべてを手に入れた武器。実質、鬼に金も、いや、もうヒカキンにマシンガンみたいな、そんなとこあるよね。ドローなんだこのキル速、早すぎる。敵が一瞬で溶けたんだけど、のスプラッシュボム、いやスパッタリーかみたいな。そんぐらいの球速だから、相手陣地で倒します。だってこれ割らないと。お、大仏の火力も高い。一瞬で、はい、みんなガブ飲みタイムだよ、いっぱい飲んでね。こう機動力増し増し、先行のスパッタリー止まらなすぎて、クリアラコンがわけわからん。リースポーンも早いんだよな、これ。エナドリ、バレてた、裏取り。うお、これがスラドリスパッタリー。ビーコンとの噛み合いがすごい。相手もびっくりしたな、さっきキルしたばっかりだね。蘇るのが早すぎるって。え、これ待って、ドローだ、誰か止めてくれ。今誰も僕を止められないだー。あれ、くそ。普通に止めてくるやん。やばくない、この戦術。一人で矛割れるもん。正直さっきのムーブが一番楽しかったな。キルも裏取りも全部一人でやった。もう今日の見どころ今のだけかもしれない。今以上の見どころをこう作れると思えないんだけど、いや、やばすぎ今のキル連続。いや、これからも見どころあるかもしれない、このスパッタリ。さらにこのカモンしてエナドリを飲んでいく。この機動力が早すぎて、あ、でも俺自分で割っちゃおう。自分で割ってもう一回行ってみるか。もう一回矛持っていこう。いやー、さすがに無理か。同じ手は、この武器が好かれる理由が分かるわ。楽しい。別ゲーが完全に主人公になった気分。スターと比べたらもう用途陰気だ。アーチ、何度でも蘇るさ。あと2分30秒待ってやる。時間だ。答えを聞く。このビーコンね、この細かい作業がね、後々響くから、僕の裏取りで。またさ、いい感じ、ダメ。この太刀打ち性能ね。今、ケルビンだったら倒せてなかったね。ケルビンはスライドしないといけないけど、この武器は太刀打ちでも、この球速。やばないね。お、これ、誰か持ってけ。僕が裏取りしてる間に、おぉ、アーマーごと貫通するぜ。球速。しかも自分で割って、自分でゴールイン。この武器マジで消した方がいい。強すぎる。射程以外の全てを手に入れてるわ、この武器。スライドもできるしね、単純に考えて。対面精度が高すぎるんだよ。しかもエナドリで味方のサポートもできるって。あとビーコンも。普通に単射程武器が X 体で通用してるのが嬉しいんだが。いや、わからない。ここで慢心してたら負けるかもしれない。さっきのはマグレ。そういうことにしておこう。来たね。からのね、いや、ジャンキャンできないんだったら、もうザリガニだな。やばい、スライド武器のジャンキャンって職業病でしょ、絶対。デュアルスイーパー使ってると全員ジャンキャン間違えてと。エイムガバガバだったけど、当たったわ。これなんとか人数有利取った瞬間、運びに行きたいで。危ない。痛い。無理状況が最悪すぎて、中央に生きるのが大変。だから右から抜けていく。いやー、当たんないか。くそ、射程が間に合い。あー、届かない。うわ、射程。もう実質、リトルマックみたいなとこあるわ。ほい。今の見た、キル速。前段当たってよ、必中。36なら全然ある。いいという。音をよく聞け、耳を澄ませば。戻ってしまうか。あと一体逃げてるけど。あー、沼ちゃんだよ、それは。ダメ。僕の前で沼ちゃんしたら確定できる、持っていく。あー、これ飲んで、みんな。飲んで、行くよ。カモン。僕が道をひっきり開く。カモンに。いや、全然ある。ビーコンが生きてる限り、僕が生きてるみたいなとこあるから。いや、これ、すり抜けで、一気に突る。この高台からな、ネジ伏せていく。どこだ、スライド。危ない。スライドでなんとか生きていく。これが強みだよ。ナイス、関門突破。関門突破したら、このステージ全然ある。倒した。
まだ1体いたねえよ。ボールドのキル速よりも速い。これが実質スライドの力なんだよな。スライドしなかったらボールドの方がキル速が速いけど、置いて飲め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 でビーコン速す。これビーコンで味方を援護することによって、これまだ僕らのターン、うん、すごい一人巻き込まれた。いや待って、僕しかいないか。でもリードしてるのこれノックアウトしに来て、すり抜けて僕ノックアウトしに行くわ。これドリンク飲んでるからめちゃめちゃ今足速いんだよな。いけるか、すり抜けな。おおダーリア、終わらせてやる、終わらせてやる、終わらせてやる。おおダー、最高やんこの武器。単射程もいいね。それじゃサラダバー。今日の動画、普通だったらさっきの動画で終わってもよかったかなって思うんだけど、楽しかったからもう一試合いいかな。多分最後の試合まで動画見てくれてる方は多分スパッタリー好きの方か何かしらの人だと思うんだけど、あ、よければ最後までお付き合いください。いい編集の僕ちょっと動画短くしといて、頑張って。これ裏取りした方がいいのかな。ちょうどいや、あえてもスパッタリーだ。スライドの民がいて2人いるんだよな。だからそれに勝った時に僕は真のスパッタになれると信じてる。この DPS の速さ一瞬で割っちゃうから。さらにケル、いやケルビンのキル速が速いや。日頃動画でさ XP めちゃめちゃ溶けちゃって、使いもしない武器とか使っちゃうから、カーボンとかめちゃめちゃ起きたけど、今回このスパッタリーでむしろ上がるんじゃね。裏でさリッターでいつも XP 元に戻してんだけど、その裏作業が必要なくなるってこと。前線武器だけど矛持っちゃうよ。矛も持てる前線武器、これ持てるね。陰キャリッターとはもうまた別人じゃん。僕に続け、カモンカモンカモン。スパッタリヒューの方がみんな人気なんかな。ヒューより絶対無印の方が強いと思うんだけど、まあでもあっちはあっちでトーピーの投げれるから強いのか、どうなんだろう。個人的にはこのビーコンとの相性がピカイチだと思う。ビーコンエナドリー前線ブッパみたいな、ゾンビギアとも合いそうだね。こっちの方がスライド、よし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 。オーケーオーケー、相手のスパッタリーに勝ったから実質僕の方がうまいってことでいいかな。たまにあんだよな、スライドしすぎて自分の位置が分かんなくなるとき。いた、よしよし、からの沼じゃもかり、おお、うますぎ。うわー、こんなスパッタリ使いになりてー。まだまだまだ止まるな、キルハ。いつもの僕とじゃないぞ。いつも高台でインキャリッターしてる僕じゃない、前線を走る僕だ。あー、くっそ。ちょっとダサいな今の。ダサすぎて笑っちゃった。ところでよ、最近ちょっとチャージャー系、弓とかチャージャーとか使いすぎてるから動画で、そろそろチャージャー系は一旦お休みにしていろんな武器使っていきたいかなと思うんだけど、どうも。これ前線駆け巡る。おー、よしよしよし、あっ出たー。だが時間を見てみな、そんなことしてる間にカウントは進んでるぜ。ビーコンがビコーン、ヨーヨー、この歯ブラシ素晴らしい、髪らしい。